横浜港未来21リーフ港未来、グランモール公園沿いの東ビル入り口付近リーフ。港未来は神奈川県横浜市西区の港未来地区にある商業ビルの名称 IDC 大塚家具をメインテナントに置いている。伊藤中商寺シティトラスト新宅銀行などからなる特別目的会社横浜デザインセンターによって開発された地上12階。 地下4階のビルで2002年4月着工2004年4月に開業した地上階には商業テナントや大塚家具のショールームが入り地下は駐車場や東京電力の変電施設となっているこういう地活用の開発型証券化事業スキームによって建設されており商業ビルの開発手法としては国内初のケースであるなお 横浜デザインセンターの解散後には、水保信託銀行、ヒューリックが事業を継承している。当ビルは、港未来地区の歩行者道線でもある、グランモール公園沿いに位置しており、隣接地には、オフィスビルの港未来グランドセントラルタワー及び、横浜アイマークプレイス、また、同公園を挟んで向かい側には、横浜メディアタワーがある。リーフという名称にちなんで、葉をイメージした、 ロゴマークを施設や公式サイトにて掲げている。当ビルにはメインテナントの IDC 大塚家具及び以下の店舗が入っている。なお、かつては当ビルの3階にボーネルンド遊びの世界があったが、2013年6月に開業した周辺の商業施設 m a r k e a 港未来に移転している。所在地、横浜市西区港未来4-6のご詳細は公式サイトの アクセス、パーキングを参照。以下は、グランモール公園沿いにある、主な周辺施設である。ありがとうございます。